昨年12月9日に行われた園田金杯で私と真奈ちゃんが馬券対決を行いました。年末を締めくくるグランプリレース園田金杯が行われました。63回目となる今回はファン投票や記者選抜、獲得賞金上位馬の計12頭で争われ、今年から1着賞金はなんと3000万円に大幅アップ。いわば園田競馬の有馬記念、暮れのビッグレースに2020年の園田を熱く盛り上げたスターホースが集結しました。注目度もますます上がる園田の祭典を堪能すべく、私 SKN フラッシュ8の神崎真奈美と真奈ちゃんが馬券対決を行いました。お互い負けられない戦い、早くも2020年の馬券成績で話はヒートアップ。成績はまあ悪くはないんですけど、うんうん、まあ、マークシートの塗り間違いをしたりとか、うんうん、こう予想をまあ副賞じゃなくて単勝にしてれば、まあ、欲を言えば倍以上値段が違ったのになとか、そういうのはあるんですけど、まあまあ負けてはいますが、まあそんなボロ負けってほどではないかなって。まだまだ競馬初心者のマナちゃんに対し私の成績は絶好調。その金の最終日2連チャンで当ててますし、なんかバーンって突き抜けた成績はないんですけど、安定して当てていっているので結構自信ありますね。あと金牌で言ったら、私2016年結構前なんですけど、バズーカ号が勝利した時結構美味しい配当とかもゲットしているので、金牌との相性まあいいんじゃないかなと思ってます。馬券の成績では私が一歩リード。この勝負私が勝ったも当然です。それでは早速対決のルール説明に入ります。予算は5000円、予算内でどんな買い方をしても OK ですが、買い方は一つに絞ること。もし2人ともが馬券を当てた場合は配当金の多さで勝敗を決定します。そして勝者にはなんとご褒美が。そのちゃん単独企画をさせてあげたいと思います。めっちゃ嬉しい。やりたいことある。やりたいことある。2人のテンションも上がったところで早速予想の方に行きましょう。とその前に、まずはパドックで注目馬の様子をチェック。タバのジーニアスなんですよ、私の本命。あ、そうなんですか。あ、いいですよね。でもさっきこっちから歩いてくる感じめちゃめちゃ貫禄あってかっこよかったよ、ジーニアス。私の本命は一番の仁義なんですけど、うん、私的にはいい感じに見えるんですけどね。それこそ貫禄じゃないですけど、まあなんかその慌てることもなく、なんか平常心っていう。でもどの馬もここに照準を合わせてきているので、やっぱりね、うんうん、どしっと仕上がってるというか、かっこいいですよね、筋肉が。お互い本命馬の状態に安堵の表情。しかし、マナちゃんが気になる一頭を発見。対抗2番なんですけど、うん、はいはいはい、めっちゃ良さそう。めっちゃ私の中では1番の仁義よりちょっと2番がちょっと心を揺さぶってる、うん、筋肉のつき方とか、うん、なんか張りある感じするよね。なんか、まあみんなそうか、まあそうなんですけどなんか私の中の感覚ではやったるぞ感が出てるような気が、うん。さあ、二人の運命を握るとっておきの一頭は見つかったのでしょうか。それでは予想の発表です。私の馬券は7番のタガノジーニアス、5000円です。こちらでいきます。やっぱりなんといってもね、はい、下原騎手と新しき勇者、このコンビはもう鉄板です。もう本命タガノジーニアスお願いしますっていう感じで買いました単勝一本の私に対し、マナちゃんは勝負に出ました。本命にしていた仁義、パドックで心を奪われた栄心西パを軸にしたなんと3連単。勝負といえどガチ馬券です。年末の締めくくりにもう絶対あれでやるぞっていう気持ちで3連単のフォーメーションにしました。
この後は運命のレースがスタート。勝負の行方は。オッズパーク、年末を締めくくるグランプリレース園田金杯開催記念、神崎まなみとまなちゃんによる馬券対決。2人の予想はご覧の通り、単勝の私と3連単で勝負に挑むまなちゃん、どちらの予想が吉と出るか、いよいよレーススタートです。スタートしました。マイタイザン、今日もいいスタートを切って花を奪いに行く。スタートから11番マイタイザンが得意のスタートを決めます。それを追うのはまなちゃんが軸にしている仁義と栄心ニシパ、私の本命鷹のジーニアスも負けじと先頭集団に食らいついていきます。マイタイザンが先頭を独走状態のままレースは中盤、2人も買い目の馬への応援に熱が入ります。ジーニアス頑張って、そしてついに勝負は最後の直線に入ります。3連単で購入していたまなちゃんですが、写真判定の末3着に買い目にはない11番マイタイザンが入り、惜しくも当てることはできませんでした。ちなみに私の単勝も当然外れています。外れてる。まなみさんにだけは言われたから、うん、でもうん、まあどっちも外れた。ということで今回の対決は残念ながら両者馬券を当てることができず、引き分けという形で幕を閉じました。ご褒美のそのちゃん単独企画は次回にお預けです。でも初めての馬券対決を存分に楽しんだ2人、今年のどこかでまた繰り広げられる馬券対決をお楽しみに。次回はご褒美のため何としてでも決着をつけたいと思います。そして見事に園田金杯を制した仁義、本当におめでとうございました。2021年のさらなる活躍にも期待しています。人々の夢を背負った競走馬、その夢を支える関係者、そしてレースを彩る騎手、人々はその姿にさまざまな思いを寄せる。新しく生まれ変わった姫路競馬で、すべての人に新しい夢を見てほしい。姫路競馬。オッズパーク。ポイント還元、ザクザク登録簡単、ザクザク、だからオッズパークで買わないと、お尻ペンペン、オッズ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 パーク、オッズ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 パーク。今月の主なレース情報です。
姫路競馬場でいよいよ13日からレースが開催。その姫路で28日に重賞白鷺賞が行われます。その他のレースについてはその田競馬のホームページをご確認ください。2021年も園田と姫路で競馬を堪能しましょう。佐藤ゆめのご重賞ドリームチャレンジ。前回見事1年2ヶ月ぶりのご重賞制覇を成し遂げ、有終の美で2020年を締めくくったゆめちゃん。そんな今回は新年一発目のご重賞ですが、勝利の余韻に浸り続けている様子。いい締めくくりやったと思う。ほんまにもう持ってるんですよ。もうリーダーですもん。持ってるしかない。はい、もうね、やっぱ前回のあの締めくくりが良すぎたので、やっぱ2021年入ってもこの調子です。ありがとうございます。新年からご機嫌なゆめちゃんにスタッフからある提案が。今年1年の目標をちょっと設定しませんか。そうですね、ちょっと去年とかは設定なかったんで。そうやな。ちなみに去年一昨年の成績はご覧の通り。最高でも1年間で2回しかご重賞を達成できていません。そんなゆめちゃんが掲げる今年の目標は。今年の目標はご重賞ドリームチャレンジを3回的中させて、前回の3万超えをするのが2021年の目標です。ですが目標が達成できなかったら罰を受けてもらいます。番組降板ということもちょっと考えてもらおうかなと思ってるんですけど。降板。突然の番組降板を宣告されたゆめちゃん。しかしそんなことにリーダーはへこたれません。出演継続のためこの日から新たな戦いが始まります。そして今回の軍資金は新年にちなんだあるもので決めましょう。え、普通の箱じゃないですか。わあ、すごい。開運そのちゃんおみくじ。おー、通常のおみくじ同様、大吉から凶までが入っていますが、運勢によって軍資金の配当が決まります。開運そのちゃんおみくじは今年の運勢と軍資金両方占うハイブリッドなおみくじなのです。よっしゃ、じゃあ引きますよ。お願いします。引きます。じゃじゃん、ちょっとお返しします。はい、せーの。ほら来た、やったー。あ、ごめんなさい、大吉です。持ってるんですよ。いや、いいですよこの流れ。こっから好スタートで、今日もなかなかちょっと難しいなと思ってたんですけど、予想これちょっと自信つきましたんで、今日頑張りたいと思います。うわ、久々の1万円やったー。見事軍資金1万円を獲得。しかし少し不安なことがあるようです。前回も1万円出ろと思って引いたボールが1万円やったじゃないですか。その時の1レース目で終わってるんですよ。前回のようにならないようにしましょう。軍資金1万円のジンクスに不安を抱えていますが、全レース2等以上といつも以上に買い目を広くすることができたゆめちゃん。見事2回連続でのご重賞制覇をし、2021年最高のスタートを切ることができるか。さあ、2021年1回目のご重賞ドリームチャレンジ、1万円軍資金がありながら7レース2頭に絞りました。怖い、2頭なんで。ちょっと待って。そんな弱音な発言も裏腹に、予想した2頭が上位を走る展開を見せ、初戦を難なく突破。おお、刺した、すごい。本命でバッチリ来たんで印は最高に当たりました。突破。続く第8レースも予想した2頭が独走状態。吉村さんかな、吉
吉村さん6番おめでとうございます。2レース続けての完璧な予想を披露。2021年のゆめちゃんは一味違います。1回目は4頭と広くして臨む第9レースですが、実はこのレースが本日最大の鬼門となっています。もうここはね、全通りで買いたかったぐらいめちゃめちゃ悩んで、ほんまに難関やと思ってます。これ2021年の私にとってのでっかい壁なんで、ここ超えたら多分もうほんまに一年中良くなるんじゃないかっていうぐらい難関となってるので、ちょっと頑張りたいと思います。11番でもいい。高い高い高い。買い目に入れた2頭が8番とマッチレースを繰り広げます。誰待って、ちっちゃい誰やろ。待って花さの大接戦。果たして結果は。惜しくも及ばず3つ目のレースでチャレンジ失敗。軍資金1万円の大きなアドバンテージを生かせず。しかし2021年はまだ始まったばかり。ゆめちゃんのこれからの活躍に期待です。絶対次は頑張りますんで、次はもうリーチにも行くから頑張ります。交番だけは本当避けましょう。2021年目標達成するぞ。絶対に50勝ドリームチャレンジ交番成功。